はい、皆さんこんばんは。飛行機止めの秀樹です。今日もこの番組をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。さあ、もう、元航空ジャーナリスト、元航空レーダーエンジニアのキャリアがありながら、はい、フランス料理のシェフである僕はですね、飛行機ファンを一人でも増やしたく、幼い頃の夢をもう一回取り戻して、今、飛行機ソムリエ秀樹として、飛行機の魅力を世界に発信しているこの番組へようこそ。いらっしゃいございました。さて、今日はですね、もう止まりません。大キャストモデルでございます。はい。もう本当にね、そろそろコレクションがつきそうで怖いんですけれど、でも一生懸命、ヤフオク、メルカリ探してます。いいものがあったらぜひご一報ください。今日はですね、嬉しいです。年間の期待が手に入りまして、それをお伝えしたいと思っておりました。はい、もっと箱大きいんでね、映るか、じゃん、はい、ちょっと下がっちゃいますけど、はい、 F106 デルタだと。いやいやいや、これも探しましたね。本当に本当に出なかった。出ても、すり負けだ。あんまり無尽蔵になるわけじゃないんで、僕も経営者ですから、はい。ここまでが、見切りってなるんですけど、見切りに負けちゃいました。はい。というわけで、やっと手に入れましたね。はい。デルタダートでございます。これ、大きいでしょ。はい。ちなみに、この間ね、出しました。これ T2CCV。これ大体レギュラーの箱なんですけど、わかります？デレンデレンデレン。こんな大きいんですよ。なぜか。飛行機は大きいからです。はい。簡単でしたね。はい。わからなかったら、頭をもっと使いましょう。というわけで、はい。このね、デルタダートって言いましてですね。はい。こういう大きい大きい、全長20メーターを超えるですね。トップクラスに大きい戦闘機がね、いたんですよ。はい。もう今はね、いません。はい。飛んでませんね。古い機体ですから。ちょうどね、でも僕がね、超マニアな頃、はい。写真の仕事をしている頃、ただ一箇所だけ、アメリカのね、オレゴン州ですね。そこにね、最後の部隊がいたんですよね。でもね、そこまでね、行けなかったんです。はい。というわけで、博物館でしか見たことない飛んでるものを、ついぞ見ることができなかった、この機体、ついに手に入れてしまいました。イエス！というわけで、早速、ご会場でございますね。はい。このデルタダートさんっていうのはね、センチュリーシリーズと100番台センチュリーシリーズって呼ぶんですけど、アメリカ空軍の100から始まって、最終的に111まであるんですけどね。はい。そこら辺の戦闘機の中で、ピカイチの、性能を持ってた飛行機。この前102っていうのが実はありまして、それがね、いまいちだったんです。はい。で、それを回収したんですけど、違うタイプのナンバーになりまして、実用別の機体という扱いで106という扱いになっておりますけど、またこれがね、かっこいいんですよ。はい、開けましたよ。開けました。あ、いけね。こうやって開けるのは忘れちゃいましたね。はい。どのくらい僕が興奮してるかバレバレでございますが、はい、出たー。かっこよくない？ほんとに、こんな動画ばっかり撮ってるからね、もうあんたシェフ辞めたのかってね、思われちゃいますよね。はい。シェフ動画もね、始めました。はい。見てください。僕ちゃんと仕事もしてますっていう動画も始めましたんで、見てくださいね。でも、これも仕事。まだ利益を生んでないんで頑張ります。はい。まだ投資段階でございますが、はい。この大きさ、僕の顔の2倍ぐらいありますね。もうね、見て、このかっこよさ。本当に。でも、でっかいよね。主にね、これ、防空、迎撃にね、アメリカさんをね、攻めてくる爆撃機が いるという設定だったんですね。はい。なので、ロシアが攻めてくるっていうね、脅迫観念に燃えたアメリカが作った迎撃機なんですけれど、これ本当にあれ、でもすごいですよね。ヤフオクさんとかメルカリさんって、昔のモデルなのに、一回も開封してないモデルを平気で出てくるんですね。これを買ってた人たちって何やってたんですかね。積んどいたのかな。すごいですよね。それともコレクションで投資先としてはあんまり効率よくないような気がするんですけど。いやー、本当に。でも、その方の話のモデルですね、僕手に入りますので、本当にありがとうございます。はい。それでは、開けていきましょう。開けていきます。ちゅうか、箱が大きすぎて開きません。よいしょ。あれ、あ、まだ
セランペッパーついてましたね。ちょっと興奮のあまり焦っております。はい、はい、早くブレイクしよう。ブレイク、まだついてた。ネタじゃないです、これ本気で間違えてますから。はい、開いたよ。あー、ちょい、いやいや、こんなに興奮したのは F104 選挙迷彩と T2CCV 以来でしょうか。ほんと、すげー、でかっ。外れて、あ、またね、揺れてね、外れないようになってるのが、これがまたね、怖っ。あ、ビシッていった、ビシッていったよ、ビシッて。もうね、壊れないようにやってるのがいいんですけど、外れないのも困るんですけどね、これね。あ、先端の気筒管に今手を触れて、ピンって跳ねたんですよ。あー、びっくりした。あー、重いな、これは。リリーフでございます。はい、重いわ。 F10 このね、3区デルタ翼、アメリカでね、最初に使われたと言ってはおかしいかな、まあ、もっと前に使ってますが、デルタ翼強く部分でね、初めてのデルタ翼じゃないかな。なんか102、その次のこの回収106、すごいな。そりゃそうだ、こんな大きいんだから。これマサチューセッツ中空軍。はい、滑舌の勉強します。アメンバーファイナーアイウェアをの、機体ですね。こういうね、このね、尖ったね、いい、よくありません、これ。お、大きいんですよ、すごい大きいの。わかるわかる、他の機体と比べればよかったかな、うん。また何もついてないんで、ここのね、回収をしていきたいと思いますが、これはね、本当に、まあね、今現代の迎撃というコンピューター制御で、はい、迎撃するというシステムをですね、はい、本気で作り上げた、原型の機体ですね、うん。なので、最終的にはね、コンピューターが、指示するようにそこまで持ってって、コンピューターがミサイル撃つみたいな、そういう部分がすごく強かったりとか、はい、してるので、すごい不思議なんですけどね、操縦桿がね、普通操縦桿で1本なんですよ。ところがね、ここ2本あって、もう1個ね、レーダー用のジョイスティックなんですよ。こんな操作タック、やっぱり最初の頃はね、どう操作していいか分かんないし、レーダーの操作ってね、昔は大変なんですよ。今はね、アニメとか見て、点がピッピッピッってきて、目標発見みたいな感じで思ってますけど、はい、昔はですね、本当にレーダーのブラウン管に光の点が出ますから、間違いもいっぱいあるし、見にくいし、はい、そこをね、録音させていくっていう機能は、なかなかに大変だったんですね。はい、昔作ってたかよく分かるんですけど。ね、いい時代ですよね、本当に。みんなコンピューターまで考えてる。大事ですね。大事だけに作ります。はい。ね、今日は本当にね、本当に、はい、ミサイル、タンク、見えますか？100。新品だ。あんまりここまで激しい新品って、接したかな、なんかすごい嬉しいような。大丈夫かみたいな、不思議な感覚でございますが、はい、お願いします。はい、ファルコン、ね、初期のクルタイプミサイル4発で、ここにはですね、ないんですけど、史上唯一、空中発射の核ミサイルっていうのがありまして、AIR-2A だったかな、一つまで、タイプナンバーは希望でジーニーってやつがあったんですね。それを一発積んで、はい、アメリカはめちゃくちゃですね。空中で核爆弾爆破させて、爆撃編隊を引き飛ばしちゃおうっていう、ものすごい思想のもとに作られたミサイルがあるんですが、これを運用できるのがこの F106 でございました。はい、全く、試験以外で運用したことないのは、せめてもその幸いなんですけど、そんな時代はね、もう終わりでいいですよね、本当に。で、最近ストレスで早いですけど、中ね、ミサイルね、中に入れるんですよ。で、扉が、わかります？扉、バシャーンって。今ストレスはね、こういう、こうミサイル層とか爆弾層いっぱいありますけど、こういうね、この F 前作の102もそうですけど、ミサイル層もあった、珍しい戦闘機でした。爆弾層って一般ですよ、ミサイル層ってそんなにないんでね、うん。よいしょよいしょ、次は何をするんだ。
最後品なんてよくわかんないな。困ったよ。はい、次はね、増加燃料タンク。これすごい細いね、なんかタンク。あね、またね。かっこよいんですよ、これ。こういう感じ。ね、いろいろ物つけるとね、嬉しくなるのはね、少年ですね。はい、少年。新品ってね、実は買ったことがないんで、わあ、結構びっくりだなーって感じですね、うん、こんな感じでみんなね、楽しいワクワクドキドキしながら組み立てるんでしょうかね。まあ、僕はワクワクします。はい、前脚の肩に蓋を閉じまして、レシピ本みたいになってますよね、本当に。あ、そういうのもいいかもしれないな。うん、蓋がされてできました。はい、エビチマルクエルデルタダートの完成でございます。試食タイムはないですね。あ、これがいいし。このね、信じられないのがでかい垂直逆。ここが F106 のセクシーポイント。ここから、こうね、カクカクの三角形の、ね、真ん中にね、風防の真ん中にね、何が入ってるかわかります？普通前はね、こういうのはいいんですけど、目の前にね、板が走ってる、うん、その三角形、三角形、もう全部が三角形じゃないかっていうぐらいのラインで作れた垂直の巨大垂直力、この後ろから見た姿がウルトラセクシーでございますね。はい、これちゃんとつかんのか。あ、これってミサイル層をつけたら飛行状態にならないですね。オーマイガー、この状態で飾りたいんだけど、それできないの？マジか。しょうがないな。どうしよう。だってね、男の子が燃える戦闘態勢が取れないじゃないですか。しょうがないはずですか。撮影しますからね。よいしょ。やむなく、はい、普通のウェポンベイを閉めた状態にしまして、よいしょ、完成でございます。 F106A 一緒一緒一緒、どこ見てるんだって。え、これ後で何を撮りますかね。すごい重量感。わあ、嬉しいな。これは嬉しいです。はい、というわけで、ホビーマスターさんのデルタダートでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、マニアの欲望は果てがなく、この期待で満足できるかと思ったら、やっぱり次の期待欲しくなっちゃうんですね。はい、また次の動画でお会いしましょう。それでは今日もバイクリティナウ。重くて怖い。